函館の恵山で男子高校生が行方不明になって今日で3年です。有力な手がかりはなく、警察が情報提供を呼びかけています。今日警察は函館の繁華街で写真付きのチラシを配り、情報提供を求めました。3年前の今日、当時高校1年生だった佐藤翔さんが函館の恵山で行方不明になりました。佐藤さんは姉2人と恵山に登り、山頂から1人で先に下山中に行方が分からなくなっています。大規模に捜索したんですけども、未だに発見されてません。少しでも何でもいいです、情報あれば、函館中央警察署までご連絡いただければ。警察は目撃情報など佐藤さんに関する情報提供を呼びかけています。